よし、行こうか。蛍光灯も誰かが定期的に変えてるんだろうな。故障。お、これは、バレないように後ろから、お玉の一撃を。タイミング悪かったな。割と引きつけてもいいか。しゃがんだあたりでこうで、上のやつも来るから待ち構えてこう。これはとどめとか刺さなくてもいいのか。さて、まだなんか怖い音がしてるけど、追加来ますか？あ、奥になんかいるなぁ。いるけど、お玉は残念ながら持って、行け。あっべ、あべなるほど。これだけやたら形が保って、あると思った。これで、オイラは仲間だと。転ばなきゃ、なんかいい音したね。無法地帯だな。枕投げみたいな感じで。あれ食べ物かな、粗末にしちゃって。こりゃ校長先生も手焼くわ。これあんま近づくともしかしてバレたりするのかな。いやー、なんかバレそうな、バレなさそうな。これ足取られたらやばかったか。ひー、とりあえずは何事もなく、なくなく、なくなくない？彼らはでも、今頭半分なかったやつも普通に目見えた感じだったけど、どこで見てんだろう。そしてこの人形たちを作った存在は一体どこの誰なのか。おお、よくあんなとこ捕まったな。危ないよ。頭と取れたけど大丈夫。帽子は？あ、元のを被るのね。てか忘れてた。ちょっと帽子をそろそろ変えようかな。よし、じゃあ、今回からね、これを被っていきましょう。もっと早く帰ればよかったな。瓶を使って、ほいと。全然ダメじゃん。さて、ここ登れそうだね。てか登ってんだけど。てか彼らはあれか、一応、見た目というか顔で判断はしてるっぽいんだよな。ほんとどういう存在なんだろう。あの頭をほんと壊れないのものをどっかで手に入れることができれば、安全に通り抜けていくこともできるかな。これどこに行くんですか。で、そこかしこに瓶があるけど、なんかいい？これって、脳みそ？標本かな？下で、割れた。今なんで私普通に降りようとしたんだろう。この脳みそか？脳みそを使って、めっちゃブルブルしてんな。これでいいんだ。なんか妙な弾力があるなぁ。ちょ、持っていこうか。あ、割れたっぽいなぁ。お前の血は緑か。緑ってか青か。相棒、連れて行くぞ。なんか詰め込んでる。なるほど。ネズミか。脳みそで。
多分バレないように足音立てないようにしゃがみながら、なんかずっと料理作ってるなぁ。もしかしてこれさっきのとこの下の方か。いや、でもちょっと明らかに構造的には違うよな。学校の天井、この部屋綺麗だし穴が開いてるとは思えねえな。なんか随分他の部屋と比べて綺麗なんだよな。ここは、いやー、理科室、理科準備室とかかな。首伸びてきます？これ上登んなきゃダメだな。どのタイミングでバレるだろう。上に乗るのはどこだ？ああ、この手前か。バレそうな、バレなそうな。これはここならバレないか。おー、怖い怖い。おー、怖い怖い。今のうちに手前の方へ。で、ここジャンプはさすがにバレだろうな。お、あれは、なるほど。多分、演習率の授業をセレブでやっていたんだろうな。先生も予習復習は大事って聞くしね。まずったな。さっき黒板行った時に進んでしまえばよかった。バレないんならそれに越したことはないけど、手前来ちゃったよ。ちょっと待ちましょうね。バレないバレない。案外バレなかったな。大きな音さえ立てなければこっちの部屋もしかして食います？あ、大丈夫大丈夫。やっぱあれだ、バレてはダメだったんだろうな。落ち着いていてよかったよ。危ねえ、やられるかと思った。どっちだろう？右かな？で、あー、またハンマーだ。結構戦うなー、今作。忘れてた。しかし、軌道はどこでだ？ここか？これだな。いやー、この三人目に何度やられたことか。で、罠まだあるんじゃないの？先見えないけど。さあ、どっちが悪役かよくわからんくなってきたな、この構図。しゃがんだら、奥もしゃがんだら、よし。ただ、まだ戦闘 BGM は鳴り響いておる。まだ来る。そして、へこみや出っ張りに気をつけよう。ここ、なんでこんな、濡れてる感じなの？踏まなきゃいけない？誰か油こぼしたのか？そっちか！あー、畜生、焦ったなー。
で、手前からも来るから、おのれ。ここ難関だなぁ。冷静かつリズム感のある人だったら、結構、簡単に行きそうだけど、ここなんかあるなぁ。なんかあるのはわかんだけど、何がどう来る？これだけか。おう。さて、戦闘 BGM 続いてるけど、ちょっと落ち着いて、用を足しに行ってまいりました。あれは、どういうトラップなの？どういう状況なの？え？怒ってくる？これ。あ、ただのいじめの現場か、これ。これ、あ、違う、これ相棒じゃん。相棒大丈夫？頭から落ちたら大変だけど、頑張ってくれ、それは。もっと優しく助けてあげられたんじゃないだろうか。まあ行くか。これ、あ、なんか明らかにここから出る感じだけど、これ普通に落ちないか。もう2階とかっていうところじゃないでしょ。3階、4階とかでしょ。ああ、なるほど。ここも都合よく。これは、降りたい派。大丈夫か？なんともなかった。んで、なんか重いものに紐くくるの好きだね。お引っ越しかな？楽しい。そこ、後ろに、ぐる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 あるな。ここは登れないね。で、手前は行けず。上がるのかな、これ。無理かな。いや、上がる。頑張って、いや。結構、タイミングが。行け！もう一発かな？もう一発行ってみようか。いや、あれ、相棒がなんかしてる。相棒が？そこで？もしかしてあれか？二人で、上でジャンプするのかな？これじゃ無理くさいもんな。なるほど。タイミングを合わせて、全然合わないね。でもこれはこれで楽しい。丈夫だね、君たち。さて、これは左側に相棒にあげてもらう感じか。仕方ね、今日も。頼むぜ。あ、いるなぁ。これはバレないように、後ろからのパイプを拾って、なるほど。これぞチームプレイ。これさ、拾っちまえばもうこっちのもんですわ。で、この鍵を、向こうに、渡せない。これ、あげ、られ、二人なら、いける！なるほどね。強力ですよ。なんか久しく忘れてたわ。割と二人で協力する謎解きの時はね。
相棒が、あ、まさか、おとりになるっていうのか？相棒。そんなことなかったね。これは、もうハンマーは持っていけないか。残念。まあ、ハンマーあっても負けるんだけどね、私。また、いる。声は聞こえるんだが、どこにいるのやら。上に行くっぽいな。上登んのかな、これ。登れるか？ああ、登れるな。で、なんかこの箱を落とせるか。いや、違うな。先に行って回ってきて、相棒をこっちに起こすために、それを落とすのかな。あ、なるほど、こっちからか。特に深く考えなくてもよかった。相棒、そこ、危ないぞ。危ないぞ。ちょっと置いてろ。お、驚いてる。かわいい。で、来てからと。いやー、乳酸溜まってそう。程よい筋肉痛で、お風呂も気持ちいいね。では、また通ります。あー、校長先生。やっぱり音楽も担当されてらっしゃるんですね。てか、小学校の先生って、一人でなんか何科目も持ってたけど、あれ、よくよく考えてもよくよく考えなくてもすごいよな。学校の先生ってだけでもうあれなんだけど。リスペクトだけど。これはどうだ？どうするのか全然、わからんけど。これ回すのなんだろう？これをどこかに押すっぽいものも、わかるんだが、わからん。これ回したらば、バレ。あ、バレたー。首伸ばす必要ありましたかね？これバレるタイミングとバレないタイミングがよくわからん。まあでも多分なんとかなったっぽいし。なったっぽいし、行こうか。で、あ、乗ってないと上に上がるのか。あ、バレたな、今。ははは、怖っ。超怖え。ははは。結構丈夫っすね、先生。あ、まだ来るんすか、もしかして。今日は偉く積極的じゃないですか。ねえ、やっぱこう、生徒のね、積極性をね、教えるのであれば、このぐらい積極な人でないと、やっぱダメっすよね。お、外か。それ戻れるんすか？あ、いけるんすね。いや、ほんとマジリスペクトっす。さすがっす。で、郊外にやってきました。あ、相棒が寒そうにしてる。これはやっぱ、ね、防寒具というか、雨具を探して着せてあげないといけないんじゃないかな。例えば、黄色いカッパとかね。なんか頭生えてない。あ、違った、手か。でも確かにこのままじゃさすがに寒くて凍えてしまうよな。
くか、滑りそう。滑りしつく、巨人兵だ。いや、しかし、こりゃいい眺めだね。眺めというか、なんというか。建物が歪んでるのは多分こういう景観をね、もともと計算して作られてるんだよね。とてつもなく住みづらそうではあるが。服。これでも着とくかい？いや、ぐっしょぐしょだろうな。これは？なんか手前、引けるところが、あるけど、あ、違う。蓋を閉めるんだ。奥に一回持ってって。で、手前のギリギリまで持って行って、持って行って、これで、飛び乗れるかな、向こう側。いや、本当に相棒が寒そうにしてる。これは何とかしてやらんと、いかんねえ。全然届かなかったわ。ギリギリで届いたわ。ああ、滝行。まあ、モモの方は帽子かぶってるからな。頭からかぶっても大したことないんだろうが。ここは、特に入れはしないか。ああ、シミュラクラ、なんとか。お、まさかこれは、いつか見た光景。で、ここに来てようやく、シックスらしくなったと。いや、本当にシックスかどうかは実は知らんだが。まあ、でもまあ、間違いないだろうね。帽子。この帽子は、持てない。やっぱ巨人っていうか通常人間サイズだもんな。物たちとは、違う感じ。てか、なかなか帽子見つかんないのは多分私が見逃してるからなんだろうな。もっともっときっとあるでしょう。あ、待ってるな。先に行って、あの木の板を倒してやらにゃならんと。手前からでも行けた気がするけど、まあ、いいか。さて、学校編はまだ続いてるのかな？学校とはまた違う別のところに行くことになるのかな？包帯か。使えたもんじゃないな。ここは、マンションというか、アパートというか、光が漏れてるから人はいそう。新章か。突入だな。ここは病院かな？そんな雰囲気がしますね。包帯と。まあそうだろうな。学校。コート来て病院か。次ね、ホラーゲームのドドドドド定番ですね。いやー、ワクワクすんね。奥にも車椅子と、あれはまた人形かな。いい怖さだと思いますね。とてもとてもいい怖さだと思う。何がどうなればこんな状況になるんだよ。で、先生とはもうお別れかな。
まあ、病院っていうことはなんか別の、ね、ティーチャーじゃなくてドクター的な先生には会えそうな気がするんだが、まあ、どちらにせようさんくさいよな。だからどうすればこんな状況になるんだよ。意図して作ったんだろうけどね。ここに来てこんな初歩的なミスする？いや、する。失敗は二度繰り返される。三度目の正直。Z 軸がわからん。でも、今度はさすがにいける。おや、これは、押してくれと言わんばかりの何か。お、懐かしい。これまたか。もう一回刺してあげてもいいけど。ほう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 。どうしようかな。持って行っておこうか。この先どっかで使えそうな気ですよね。あ、あそこか。じゃあ持って行こう。持って行ってしまおう。包帯サッカーか。あまりお行儀よろしくないよ、シックス。いや、もう便宜上シックス呼ばせていただくけどね、マジ。ほい、もう一回大遅れ。よし、じゃあ持って行こう。まあ、電池みたいなもんなんだろうな。ああいうのなんていうかは知らんが。結構待ってくれるなぁ。あんまり動かなきゃいいのか。これはどこからか、手か何か入ってくるんじゃないか。手といえばやはり管理人だけどね。何度も言うけど、お！ライトか。ライトはダウンロードコンテンツの嫌な記憶が。あれ難しかったんだよなぁ。何を見ておる、お主。しかしまあ、ライトのギミックが出てくると、まあ面白いんだけどね、やっぱり。今度もまた、光に弱い奴らが来るんだろうか。え、もしかして、もう故障っすか、ライトさん。大したことないっすね。ハサミだ。ハサミ。アイテムを使ってるときじゃない、ライトを使ってるときは持てないとかあるかな。これテラスポン6に任せてとかはまあしない方がいいな。彼女の動きはよくわからんからね。気になる。奥にちょっと行ってみよう。カメラが追ってくるんなら何かがあると思う。なんか血の跡。いや、ケチャップかな。ケチャップの跡なら割とよく見る。あれ？こっちも普通に続いてるなぁ。あ、しまった。なんか、逆にそうなってくると、手前の右側が気になってくる。こっち普通に順路だな、きっとな。ちょっと確認。それと、もうちょっとだけ戻ってみようかな。あ、なんだなんだ。打ち付けてあってこれ以上いけないよってことか。ごめんなさい。ちょっと左の方にも戻らせていただきたいな。多分収集要素かな。でももうきっと全部は見つからないだろうな。うお、眩しい。ではでは、この休憩所まで来ました。これは何か飲み物が出てくる。これは従業員は飲み放題ってやつかな。福利厚生ですね。これで何かを押す。間違いない。そこは何だろう。
食堂の受付みたいな。お、またか。この時シックスって何をしているんだろう。あ、シックスもなんか頭抱えてんな。なるほど。じゃあ早くテレビの周波数を合わせてやらんとね。またここだ。今度こそ、最王に、真理にたどり着くことは、できるだろうか。まだ足りないか。なんかシックスちょっと引いてなかった。シックスは助けてくれているのか、それとも邪魔をしたのか。なんか邪魔してる説っていうのも今出てきてしまったな。上の方で、あの電池を入れてくれピカピカが、二つ空いてるな。とりあえず、この階を攻めてみるか。これがエレベーターだよな、きっとな。じゃあもうこっちから。熊の中に鍵があるレントゲンが、あれはきっとヒントだろうな。これは？なるほど。この二人って、レントゲン取ったら、あ、骨は、あるんですね。ああ、二人とも骨格は似てる。手をつなぐ骨。じゃあ熊のぬいぐるみを持ってくる感じかな。熊。猫は、いろいろ持ってってみようかな。あれ？シックス、それ欲しいの？いいよ、後で買ってあげるよ。ちょっと給料、あれだ、ATM から下ろしてくるから、ちょっと待っててな。仲良し大家族、これより実験を開始する。真ん中か。で、その、猿の中になんか一本入っている気がするけど、それは何なんだ？シックス、それもしかして中に刃物入ってるとか？ちょっとくれない？それ。ダメか。なんか、シックスがついてこなくなっちゃった。まあいいや、とりあえず二人ともお気に入りのおもちゃを持って、下の階か、上の階か、行きましょう。あ、上じゃないのか。さて、やってきたけれども、これはフック。フック船長にはなれない。仕方ないね。あ、ここはアンチ所か。上なんか覗いてるな。まあ、いいや。てか、シックス本当、それ、なんで持ってきてんの？ここまで持ってきてどうすんだ。あ、なるほど。焼却か。お物ではないけど、焼却するぜ。めっちゃビビるね。シックス。これまだ熱いんじゃないの？入れる？いける？いけるね。こんなところで燃やしましたっけ？はい、鍵ゲット。なるほど、なるほど。まあ、とりあえず鍵は取ったけど、この鍵を使う場所もよくわかってないんだよな。さて、どこで使うのやら。ここはダメ。
じゃあやっぱりそこに電池を2つぶち込まないといけないのね。これも患者のお人形。あれ、でもここにもなんかぶち込む場所があるな。まずは1つ見つけることからか。そこに入るためにはだな。で、さっき拾った鍵で、あとこっちぐらいしかないのだが、ああここだ、よかったよかった。よし、ここもまあ足がまたね、たくさんおるけれども、やっぱり人形か。義足を作ってるっていう感じでもないしな。やはりパーツばかり。病院なのかちょっとわかんなくなってきたぞ。これ6に懐中電灯当てると眩しそうにするな。細かい。あ、あそこに、上にポリゴン2みたいなのがいるんだけど、なんかそれを取ろうとしてたな。メタルコートも出せないと。あれ、メタルコートだったっけ。まあそれはいいや。そこはよし。で、ここも何かパイプ、ハンマーあたりがあれば壊せそうな気はするが。まあ今はとりあえずいっか。案外これとかも拾えないな。仕方ない。手前に行こう。ただ手前に、あ、これはもしかして、これ破片とか危なくねえか。まあ行くしかないわけだが。任せてもらおうか。これは動き出さないよな。なんか今のところ危険な存在はいないな。いてほしいわけではないんだけど、いや、やっぱちょっといてほしいかな。動いたな。アダムスファミリーで見た。今度は人型じゃないのか？もしかして、体のパーツが襲いかかってくる。手とかが首を締めにやってくる。おー。うわぁ、カサカサしてるー。カサカサしてるー。ただ、あの人形たちと比べると、割と直線的な動きだから、登ってくんのか。そら油断できねえわ。まだ追ってくるか？追っては来ない。速くて身軽さもあるけど、パワーはないタイプか。まあでもそこら中にいるんだろうな。だって、パーツはこんなにたくさんあるんだもん。一斉に襲いかかってきてもおかしくはない。高いとこは多分無理だろうな。どうしたもんか。あーそこに電池はあるが、これを持って帰るか。ちょっと難しくないか、あいつから逃げたっつって。なんとかしてあいつを退治できればいいんだが。あーなるほど、なるほど。あ、バックステップ。バックステップ。うまいなぁ。動きが気持ち悪いなぁ。あ、うまいうまい。負けねえぞ、でも。お。泥試合だなぁ。あ、第2の手がやってくる。そして第3の手はどこから来る。まだこれじゃ終わらんでしょう。あ、べべべ、電池が。あぶね。あ、電池むしろ邪魔だな。体
金槌拾いたいのに。あ、倒したっぽいな。セーブが走った。よし、じゃあ持っていこう。こっち側から行けそうな、気配。あ、なるほど、なるほど。これ案外手を無視していけたんじゃないか。いや、でも無視するくらいなら倒しちゃった方がいいか。安全にね。で、多分、このマドハンドの活躍はまだまだあると思う。よいしょと。これは一発でいいね。よし、じゃあ、電池を持って、相棒？相棒どこいる？相棒？あれ？相棒？おらん。お、おった。相棒？まさかお前、食ってんじゃないだろうな。でも仮にこれが6だとした場合、もう何かを食っててもおかしくはないよな。彼女は常に腹ペコだったしな。まあ、とりあえずはいいか。こっちのことを憎んでいるっていう感じでもないし、まあ好きだからこそ食べたいっていう感情もなくもないかもしれんが、なんかちょっと怖くなってきたな。何をしていたんだろう、本当に。まあとりあえずドアが開きます。